はい、山田店長のどうでもいい話です。今日のテーマはこれです。21世紀に残した一品、ジッポーライター。それでは今日も3分で話します。ドン。はい、ジッポーが誕生したのが1932年で、このオイルライターの象徴といわれるジッポーの誕生はペンシルバニア州ブラッドフォードで石油会社を経営していたジョージ・ブレイスデルという方が作ったそうなんですけども、あるパーティーの席上ですね、友人がタバコに火をつけようと着火しようと一生懸命してるんですけど、なかなか火がつかないのを見て、ジョージが友達に、お前ドレスアップした時ぐらいもっといいライターを持てよと、かっこ悪いよみたいな話をしたそうです。ところが友人が、いやいつもつくんだけどねみたいな話をしたそうなんですね。そこをやり取りの中で、あ、なるほどと、理想のライターはやっぱり確実に着火して耐久性が高いことなんだなってことを気づくわけですね。でジッポーっていうのを1932年に作ったわけです。で長方形のフォルムとヒンジですねによってこう蓋が開閉するところとかですね、風よけの芯を囲んだ仕様とか、外見の仕上げやフリントホイールなどを除けば現行モデルと何ら変わることがない、要するにこのままの形で今まで続いているということですね。でその後、第二次世界大戦の契機にこのジッポーが凄まじい人気になって、そしてベトナム戦争ではもう伝説を生むような、ライターになると。でタバコだけではなくていろんなものを着火できるっていうのも、このまた信頼ですね、揺るぎない信頼とともに、歴史とともに歩んだと。でちなみに修理費とかの返送送料とか無料とかですね、永久保証とかいうのはですね、もうこの発売当初から変わらないってことで、やっぱり一品ね、21世紀残すような一品っていうのはそれぐらいやっぱり信頼性があって、やっぱり長く伝統があって続けられるんだなって。友達でもこう持ったやついますよね、ジッポーライター見ててかっこいいなと思います。僕タバコ吸わないんで、持ってないんですけども、なんかこう見てたら一つ欲しくなってきた、買おうかなというふうに思った山田店長でした。ってことで、最後の決め台詞、一日一生本日も絶好調様でいきましょう。ってことで今日も一日明るく楽しく元気よくいきましょう。ありがとうございます。さよなら。Thank you.